気になってるのは、これ、はい、これかな、これですよ、はい、これをちょっとこれから、インザハウス吉尾ブログです。こんばんは。本日はですね、41FX またまたやってみました。日曜日の夜ということで、ね、ハセピーは仕事が遅れるっていうね。で、本日欲しいアイテムがあったから、ちょっと寄ろうと思って、この前言ってたやつ、それをおすみさんにお聞きさせていただいて、ってもうそこにいるっていうね。はい、よろしくお願いいたします。撮ってるっていう。撮ってる。そう。メイキングです。はい、メイキングです。これを最後にちょっと。これの話は後でしましょう。はい。で、おすみさん、僕、この間、言ってた、あれですよ。あれあれ。タイポスの、はいはい、ワンバイサーティー、ワンバイサーティーの、はい、ライザーマウント、ライザーマウントですね、はい、入っちゃいますね、が欲しくて欲しくて、夢にまで見た、はい、夢にまで見てたらいつの間にかツイッターに上がってるっていう、すいません、詳しいものがちょっと分かんないんで、このこれです、はい、非常にシンプルですこれ、ね、うん、はい、お値段もですねなんと1480円です、安っ、はい、でなんでこれがそんなに皆さん大騒ぎしてるかというとですね。はい、この1500円の板でなぜ大騒ぎするかというと、うん、このキャリポスワンバイサーティー大変好評です、はい、もうね、うちの価格で2万4800円なんですけど、2万円の壁ってものを悠々超えちゃって、もう今みんな使ってるわけですよね、これね。そうね、キャリポスは。そうなんです。で、これでも M4 につけると、やや低いかなって方が多かったの。そうですね。うん。で、その話をですね、日本のユーザーから、キャリポスもうちょっと上がったらって話が、あるんだよって話を、ベクターの社長 のスティーブン・シェンに来たんですよ、はい、まあ最初 の反応は「Why?」何言ってんだと何言ってんだと、でそれも前回が我々ありまして、いろんなものを挙げてもらってるんです。例えばこういったマイクロサイトなんかを、はい、こういったライザーマウント上げて、まあ、これもちょっと大ブームになりましたけど、はいはいはい、でなぜ日本のユーザーは何でもかんでも上げたがるのか、それは自然な構えをしたいし、うん、で大半の日本のユーザーって M4 系使ってるから、うん、このパララックスがあんまないんだ。そうですね。ストックとかね。はあ、そうかと。ということで、大抵のメーカーってのはこれを足下にするわけですけども、はいはいはい、ベクターってすごくこう、ユーザー思いなのね、はい。なので、ほぼほぼ、我々のユーザーだけのためにこれを作ってくれたんです。はい。じゃあ、これをつけた状態をちょっとお見せしましょうか。はい、つけた状態こちらです。そう、かっこいいでしょ。そう、うん、比べてみますと、うん、ほら、そうなんだね。実は高が9ミリしか上がってないんです。いやでも全然あの僕、うん、ARP556 でいいですか。どうぞどうぞ、はい、ARP556 持った時に、うん、こう構えるじゃないですか、うん、ARP ってここが平らなんで、うん、そうそう、キャリポスのっけてみたんですよ、はい、すんごいこうなったんですけど、そうなんですよね、これ見える通りもう普通にこうですよ、そう、ほとんど首を傾けずにサイティングできます。あ、すげえ見やすいよ、長谷君、高さがいいですよね、うん、そうなの、9ミリの手界が変わっちゃうぐらい、そう、はい、本来こうグッて前に出してこう見るはずなのに、うん、ギュッてこうほっぺをここにつけないと見れない状態だったんですけども、そうそうそう、うん、はい、もうね、ちょっと狙っていいかな。はい、大丈夫です、はい、今これが私の目線ドンに来てる状態です。すごい、全然だって姿勢がもう自然ですよね。そうなんですよ、うん、でキャリポスってほら言っちゃうと等倍スコープだから覗きながら走ったりしなきゃいけないわけで、ほら普通の倍率付きスコープはそういう使い方しないけど、キャリポスってちょっとドットサイクルに近いものがあるから、だからこう私なんかは腕を下げないようにこうやってもう固定しちゃってこのまま走るんだけど、はい、首傾けたまま走ったことあります？ないです。首折れます。これね、やってみて今度。曲がっちゃうの。分かる。そう。首と曲がってると、曲がっちゃうからね、はい。それはでもね、病気でも何でもないから、気にすることはあなたないからね。はい。曲がって当然なの。なんだけど、もっと自信をしなさい。ということで、このままだと本当走りやすいんです。そうですね。やってみました、実際。うん。なので、自然な構えできるし、それから目がこういう風に横にならないってことは、視界が普通にこう自然になるわけです。はいはい。サバゲにおいては両目を開けることがポイントですよね。片目つぶって走る人いませんよね。いないですよね。だから両目を開けて、こうやって走るって最高なんですよ。が、それができるのが、うん、これ1408円だから、いいじゃん。だって、合わなかったら外せばいいの。そう、そう、うん。さらに、懸案のヒールフラッシュも。1280円ありますからね、はいはいはい。これね、これかっこいいですね。だから、ハイパースーパーキャリポスが。そう、ハイパースーパーキャリポス。出来上がるわけです、ね。ワンバイサーティー。ワンバイサーティーできちゃうわけですね。はい。これはもうね、
系だと思います、キャリポスだ。キャリポス、本当にフォレスタとかいろいろあるじゃない、うん、だからラットサイトから始まってこの辺から始まるじゃないですか、うん、僕もここからマーベリックから始まって、うん、ジェン2行って、うん、でソポートを通り越した後に、うん、急にキャリポス行ったのと、はい、ただそこでその沼ですね、うん、いや泉ですわ、泉です、まだレンズだけにクリアだからうまい泉に浸かるって言いましょう、はい、なるほど、泉に浸かるね、はい、うん、覚えました、及川光博さんがいただきました懐かしいね懐かしくない、現役に怒られちゃったで、まあ、わかりました、今日俺それ買って帰ろうと思ってるんで、はい、これ最高ですね。で、俺がちょっとさっきから気になってるのはこれ、これかな、これですよ、はい、これをちょっとこれからよろしくお願いいたします。そうなんですね、はい、じゃあ軽くご紹介しましょうか、はい、撮ってるからね、これね、はい、映像上げるからね、はい、はい、これはですね、なんと、はい、皆さんおなじみのリボンがありません、あの大変ですね、この中にカメラが入っていて、これがいっちゃうとクレドール兼、まあ、要するにほらイヤホンの中でありますよね、充電クレドールって、はい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 、あれ兼一応送信機なんですね、はい、これでね、実は1個で15分撮れるんで、皆さん15分撮ったらおしまいと思ってるかもしれないけど、はい、あくまでもこの中に入ってる、この小さい中に入ってるメモリーが 4GB しかないんで15分撮れるだけなんです、はい、でこの中差し込むと、もうどんどんこの中に吸い込んじゃう、あの、そう、ここで僕一つ付け加えたいのが、うん、これ僕勘違いしてて、うん、15分しか、うん、持て歩けないと思ったんですよ。あ、まあ、出した後。早漏状態ね。そう、早漏状態。だけど、15分の録画だから、電源入れた状態はもうちょっとあるのよ。うん、で、サバゲの1ゲームなんてさ、うん、その15分ずっと延々と潜ってるぐらいじゃん。でも、これだと、潜ってる絵だったら他のカメラで撮ればいいんだけど、うん、動いてる絵を撮るときに最適なカメラだから、うん、15分でいいのよ。だって、これをここに刺せば、うん、転送されるのもん。転送されるの？そう、毎ゲーム毎ゲーム確認して、そう。家に帰ってから転送するんではなく、うん、マイゲーム、うん、フィールドの、その、あの、セーフティーに戻ってきたときに、その説明書を取ってあげようか。こうでしょ、はい、今、これ磁石ついてるんだけど、はい、これで OK です。ここで、トイッチを押すと、録画が始まります。そこで合わせるので、だから、うん、マイゲーム、マイゲーム、マイゲーム、近いです。マイゲーム、マイゲームですね。マイゲーム、マイゲーム、あの、いや、もう、あの、大変ですよ。セーフティーに戻って転送されるから、うん、転送された後にもう消しちゃうじゃない、うん、だから次15分じゃない、また15分なのよ、うん、そうだから例えば、これ、1個セット2個セットあるんですけど、はい、2個セットの場合は、うん、これ終わったら P 消していいですか、次のゲームはこれ充電があったら転送してこれでまた出ればいいわけ、そうメモリーカードを用意せずに、うん、次々と新しい動画が短編的に撮れるのよ。でもっと贅沢な使い方としては、うん、これをこっちにつけながら、もう片っぽをあの自分向きにガンマウントするっていう。そうそうそう。しかもだってこれカメラ2個じゃん。追加できるからね。そう。さらに、今私が取り組んでるのは、はい、こういうスコープ越しの映像ってあんま見たことないでしょ。見たことないです。あの、のぼりしでさえ、はい、あの、ほら、後でオーバーレイでやってますよね。はい。あの真ん中合わせて。これはなんとですね、リアルにこの絵が撮れる。そうなの。それは、うん、だから、本来、ここの絵撮るのってすげえ大変なんだけど、はい、マウントがあれば余裕なんですよ。こんな小さいからマウントはいくらでも作れるのね。うん、それ絶対これまで面白いよ、うん、おすすめだと思う、ちょっとそうね、まだちょっとね、うん、正式発売は、この動画が公開されてから少しってからになると思いますけど、そうですね、はい、もう早くもメーカーさんというか代理店さんの方には問い合わせが殺到しているようです、まあ真っ先にですね、はい、僕が手に入れて、いろいろ YouTube で実験しながら動画作りますんで、うん、はい、ご期待ください待ってないかな、待ってます、はい、待ってます、こういうことね。はい、そうです。ライトも光ってる、ライトも紫ですね。ね、あ、それを今度考えます。ちょっとお次はレンジでちょっと映させてもらいたいんで、オッケー。レッツラゴーでお願いします。はい、じゃあワープ。これつけちゃうとね、覗けないんで、うん、あらかじめこれはもうサイティングしておきました。はい。はい、で、これ光るかな。スイッチをオンにしまして、はい、これでついちゃいます。ついた、ついた。はい。
じゃあもうこれ完璧な状態ですね。撮ってみましょう。あ、見てみましょう。はい。はい、でこいつを、中の映像を引っ張り出すのは簡単で、これがエッグって言いまして、はい、まあ、クレドールとも言うんですけど、要するに充電器兼、この中に要するに Bluetooth ユニットが入っているわけです。はい。はい、決してエッチな、エッチなものではないです。で今、99% 1個カメラ入ってるでしょ、はい、もう1個入れてみますね。両方とも映るかな。こういう感じ、ほら。見えるかな。はいはいはい、カメラ入れると、向こうがピッてくるんですね。はい、で今これが、充電状態がどういう状態でってことが全部ここに。ほら、今まだほら、96%。そうですね、出てますね。1本動画を準備中になってますよね。はい、この可愛いのはね、これ閉めるとね、ちゃんとここも閉まってくる。あ、すげえ、冷静なんだ。はい。で、管理でしょ、はい、はい。今、ダウンロード後に削除って言ってますよね。はい。はい、これを、やっとくと、この中からは常にこう抜かれて iPad が落ちてくるので、はい。だから、容量に関して心配しなくてもいい。なるほど、なるほど。はい、じゃあ見てみましょう。うん、これを保存してみましょう。これで保存始まります。あ、今まで撮ったやつがパンって見れるわけですね。うん、そうなんです、はい。残しておけばね。はい、うん、もちろん、削ることもできますけど。はい、こんな感じ。どうでしょうね。あ、すげえすげえ。はい。わかるかな？はい。撮った後にすぐ確認できるのいいですね。あ、そうですね。超まっすぐになってる。で、これはもう今あの iPad の写真のとこに保存されてるので、はい、あ、自動的に iPad の写真の中に入るんですね。入れる設定ができます。なるほどなるほど、はい、おお、ちょっと今カメラまたま斜めちゃってますけど、まあ、これ直せるんでね。はい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 、キャリポスにきちんと合ってますね。ちょうどいい。そうなんです。うん、これはね、いいでしょう。はい。お手製で作ったんです。さすが。これを後で、私これ今 iOS に取り込んだんで、はい、おしおくんの iPhone に、はい、Bluetooth 飛ばすことができる。あ、じゃあそれをいただいて、綺麗な画像を載せられますね。そうそうそう、ここはね、はい、で、OPPIX のカメラと OPPIX エッグってあって、うん、このエッグが充電器兼、まあ、通信機って感じなんです。思ったより本当ちっちゃくてびっくりしたんですよ。そうね、だからよく言われるのは、うん、角砂糖3個分とかよりちっちゃいかもしれないですね。キャラメルみたいな。超可愛いっすよね。可愛いですよね。映ってます、これ。だから、うん、今私これつけてるし、さっきオープニングで喋ったけど、はい、こういう風に、ここにこうつけられるね。そうですね。今ね、アダプターがあって、磁石がつくようになってるわけです。はい、とか、うん、あとでお見せするけど、こう指輪、はい、キャラクターとかっていう感じで、はいはいはい、すごいわ。例えばこういうとこに、うん、20ミリよりつくようなアダプターを作ってこうつけちゃってもいいし、私今期待してるのはこれができるわけね。自分撮り、はい、なのでやられたって顔が撮れるっていう、はい、絶対面白いですよ。面白いです。サバゲの動画っていうものが、うん、普通GoPro だったらでかいんですよ。うん、そうそうそう。これは、ちょっとした、うん、性能云々よりも、遊び心があるから、うん、俺ちょっと。そう、それとね、うん、これは何でも言えることなんだけど、一個のものに全部機能盛りだくさんしちゃうから、大きくなったり、小くなったりしちゃう。これはあくまでも、例えば GoPro 持ってる人は GoPro プラスこれとか、そうですね。だから iPhone で撮る人は iPhone プラスこれとか、吉岡みたいにこういうカメラ、はいはい、ミラーレス一眼撮る人はミラーレス一眼があって、サバゲのシーンだけこれで撮るとか、そうですね。っていう感じで、2カメ、3カメを使えばいいわけ、はい。はい。しかも簡単にカメラが追加できるっていう。そうなんです、そうなんです。はい。だから非常にこれはね、サバゲユーザーには、サバゲーマー、特にサバチューバーには、サバチューバーには訴えかけるものなので、早速、沖サバのリオ君がものすごい興味持ってます。はい、あらまあ。はい。俺も負けないぐらい興味持っちゃったです、ね。あ、本当ですか、はいはい、はい、カメラ回りました。はい、OK です。はい、よろしくお願いいたします。はい、もう、終わりの締めなんですけども。はい、楽しくても、楽しくて欲しくても。これさっきさ、俺メガネかけさせてもらったんだけど、本当に、ただ単にかけて、動くだけ。こんな感じ で、ゴーグルあるじゃん、スワンのところさ、ここにつけてゴムで止めれば、恥ずかしいね、この辺まで。それが耐えうる顔じゃないって。まあ、ちょっと新しい。何照れてんの？照れますよね。
だからまあこれがこのカメラが、うん、ちょっとまあオプティックスです。はい。はい、ちょっとまあいろいろ触ってみないとわかんないですけど、そうだね。買ってみる価値はあるかな。うん、遊んでみる価値はあるかな。これからいろいろ検証して、はい、今の動画撮って皆さんにもご紹介することができます。チャンネル41にも登録お願いします。はい、このチャンネルが面白かったので、チャンネル登録、高評価、コメント、はい、よろしくお願いいたします。はい。まあそんな感じで今日本当にありがとうございました。はい。急な撮影でも。はい。I'll be back! 言われちゃう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最近俺のタイミングが入れなかった。わざとやってます。Bottle of wine, gonna hold you tonight. Oh yeah.